どんどん紅白を見てきてます。全部下ろしてる段階です。はい、今ね、鯉をね、搬入してますけども、搬入の際ね、必ず袋を使うことが大事です。絞って移動するとね、魚がバタバタっと暴れても水がね、外に出ることはないので、はい、はい、今日はね、九州地区総合錦鯉品評会の方に来ております。毎年、九州大会12月最初の土日の土日で行われます。ここね、場所は福岡県久留米市の百年公園というところでね、行われます。まあ、見ての通り九州ではね、一番大きい品評会で、鯉の数もね、トータルで550匹ぐらい、出品があるみたいです。まあ、すごくね、大きい鯉もね、出てきてます。まあ、実際15センチ小さい鯉から、90センチ以上、1メーターぐらいの鯉までね、集まる品評会は九州はね、この日だけですので、今年来れなかった人はね、来年とかも来ていただきたいと思います。まあ、今日は鯉の搬入のところからね、審査の様子とか、実際どの鯉が受賞したかとかをね、皆さんに YouTube を通してお見せできたらと思いますので、はい、ご視聴のほどよろしくお願いします。思い起こせば第1回のね、九州地区総合錦鯉品評会をここで35、6年前に始めたかな。でね、で15回ぐらいここでやったんやけど、あの場所が狭くなりすぎてね、鳥栖に行ったり、筑後の方に行ったりして、また去年からここに帰ってきました。ここは非常に私はあの思い入れのある、公園でですね、4、5年前、私の知り合いがね、ちょっとやっぱいろいろ手伝ってくれて、全部舗装してくれたんや。うん、でね、こういう立派な会場をね、作ることができたね。非常にね、ちょうどもうコンパクトであって使いやすい。周りにはたくさん、ご飯食べるところもいっぱいあるしね、久留米の市街も近いし、本当にね、素晴らしい会場だと思いますよ。はい、またたくさん来てほしいな、みんなに。はい、で、今日はうちの声が、まあいいとこ行くと思うけどねどこまで行くか楽しみです。審査は期待しております。はい、はい、じゃあ、今日はね、第31回九州地区総合品評会に来てますが、今回のね、大会総合優勝を獲得された、北九州のね、尾形さんに、インタビューをしていきたいと思います。尾形さん、今回おめでとうございます。ありがとう。おめでとうございます。ね、素晴らしい三家で、去年は2位ですよね。あの最近にですね、うん、去年は全体の2番目だったんですけど、今年はね、1番を取られてまして、ちなみにまあ去年の1番も尾形さんの、紅白だったんですけど、去年はワンツーフィニッシュで、今年もその2番だった鯉が1番になってっていう、本当にね、すごい2連覇をされてます。ありがとうございます。あれは20年の11月に奈良の室養鯉場に来まして、安倍社長から三家がいいのできましたということで挙げていただいて、日本を譲っていただいて、その日本の一匹なんですけども、沈みも少なかったんですけども、しっか
かり締まって、あの何しろ色が白いんですね、あの鯉は。だから本当にあの色が白いで、まあ、目立って買ったんじゃないかと思います。ありがとうございます。あ、2歳で今買って、今5歳ですね、順調に大きくなって、88センチになりました。88センチですね。5歳88センチですか。はい。あの鯉2歳の時も品評会に出てましたもんね。そうですね。明け3歳ですね。明け3歳で、はい、あの披露させていただいて、その時も薄かったんですけど、色も薄かったんですけども、あの模様よりも質を気に入った鯉だったんですが、やっぱり質が目立って良くなったですね。あの鯉はどういった環境で飼われてるんですか。私の木は65トンで、4メーターの8メーターで、ロガゾウが1メーター近くの10メーターで65トンなんですが、だいたい10匹いないというのが昔から私 の, あの理想なんです。で今年はもうあの5匹でした。5匹、はい、5匹ですか。65トンに、みんな90センチ以上ばっかりです。あ、はい、本当ですか。5匹。いやもうなかなかそんな薄飼いできないですよ。なかなかあの入れる鯉がいなくて減るばっかりで、親にあの欲しいって言われた方に、2人に2本無償で提供しまして、そうなんですか。それでどんどん減っていきまして、そうだったんですね。いや、なかなか65トンに5匹っていうのはびっくりしますね。なんか聞いた話、すごくこう水の流れというか、はい、ポンプを多くつけてあるっていう、あの、ちょうど4メーター、8メーターっていうのが、あの水がこう流れるんですね。葉っぱを浮かべますとこう流れてるのが分かる、はっきり。でジェットが2本と湧き水が2本とそれからあの循環と全部で5台がこう回すと、すごい同じ方向に回してます。やっぱたくさん泳がせて、たくさん餌を食べさせて。そうですね、もう食べるだけ食べさせて、ね、いやちょっとすごい話が聞けましたね。今日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。マルチク紅白のですね、結構あの代表する声じゃないかなと思います。はい、あのなんと今年で4年連続で V 優勝。昔ね、そういう声が聞こえたんやけど、まあ、本当にあの毎年毎年優勝してくれます。これは本当にあの模様がものすごく独特というか、あの自分たちは F と呼んでますけどね、この頭のところの模様が F の字になってるからですね、まあ、白地、紅、体形どれとってもですね、まあ、あの90点以上はい、本当にあのこれとね、70分とね、あの本当にあの今うちものすごくこれ楽しみと思います。ね、これはね、もうあの持ってくる前から優勝やろうと思ってました。85分もね、結構数が出とったけんね。今年は本当に大きい鯉出品数多くて、80分、85分、85兆分ね、めちゃめちゃ数が出てたんですけどね。まあ、その中でもね、評価してもらってね、良かったと思います。これね、全くいじっとらんけんね、全くね、本当にシミ一つ取ってない、珍しい鯉くん、どこもいじってないですよね。はい、70部紅白ですね、マルチク御苑さんの、3歳ですね、70センチの紅白を持ってきました。まず模様に関してはもう言うことない模様をしてるかなと思います。まあこういうね模様を稲妻って言いますね、稲妻三段模様かな、これからがね楽しみな、マルチクの鯉ですね。
もうすでにね結構風格があると思いますね。ひなごさんですいい声です。グップのひなごよりじゃん。前から出たかったです。デビューしてもらってはい、マルチクのね紅白オス60分かな、結構激戦だったんじゃないですかね。無事に優勝してくれました。60分はどこかな、左、はい、綺麗な3段ですね。いい声だと思います。はい、オーナーの末広さんおめでとうございます。よかったです。はい、これはね、マルチク御苑の紅白ですね。まあ、さっきのもマルチクの声ですけど、これも65部でね、総合優勝、オスの部で取ることができました。いい声ですね。よかった。ありがとうございました。ありがとう。はい、おはようございます。今日はね、品評会、2日目日曜日ですね。うちが出した声をね、どれぐらい評価されたとか、ちょっと動画を通してお見せできたらなと思います。まあ、まずね、ここ今年のね九州大会すごく大きい声がたくさん出てて。この先頭を泳いでる鯉は85丁部なんですけども、85丁部でも10本ぐらい紅白が出てたかなと思います。まあ、その中でもねこれはその10本のうちで優勝はしました。ただね紅白で優勝はしたんですけども、各部総合に上がったのは昭和だったので、まあ、その昭和に勝てればこれも各部総合に上がったんですけど、そこは残念でしたね。ただまあまだね若い鯉だし先がある鯉なので、まあ、来年再来年もっと大きくして、もっとねいい勝負を目指していきたい鯉ですね。ちょうど CEO あ、コメントすることありますね。その通りあのね、やっぱ85丁部の中では小ぶりだけど、やっぱ質はね、さっきもう古い、ね、固有の柴田さんっていうのが全部の会場の中でね、もうこれが一番欲しいし、まあ、最高の褒め言葉いただきます。見る人は見てます。以上です。はい、2プール目ね、ここも紅白2本で出したんですけど、小さい方はね80部で、80部の紅白これ15本ぐらい出てたかな、12本は出てましたね。まあ、その中で、2番目優勝自責ですねになりました。本当はね各部総合優勝狙ってたんですけど、まあ、残念ながらね、負けてしまったんですけど、まあ、まだまだね肉も今年かなりしっかりついて、まだこれからね先も楽しみの声なので、まあ、今回は負けて悔しいけど、まあ、次ねまた来年再来年で再チャレンジしたいと思います。はい、3つ目ですね、まあ、この大きい紅白もね
体がすごくいいので、まあ、模様はねやっぱちょっとねこの辺がねもうちょっとあればいいんですけど、まあ、ちょっと場を賑わせようと思って大きい声持ってきてみました。まあ準優勝だったのでね、まあそれぐらいだろうなとは思いましたけど、まあ結構こういう体のいい声をね見せるのもまあ面白いかなと思ってですね。で昭和は85部で優勝ですね。うん、よかったね、この勝負ね。で紅白は、松江さんのこの紅白ですね。松江さんのをうちが仕入れてね、お客さんに買っていただいた恋なんですけど、これも準優勝だったかな。これは準優勝でしたね。まあもうちょっとね仕上げを頑張らないといけないですね。恋はいいけど勝てなかったので、はい、まだまだ伸びしろのある声だと思います。これから頑張ります。はい、ここもですね、小さいの2本はこれ戻しプールで入れてるので、昨日袋審査であって恋ですね、まあ、50部と55部なんですけど、50部のこの衣はね県大会にも出たやつで、2種の総合優勝取ってましたね。あ、2種各部総合優勝、まあ、今回もね椿賞を取れたので良かったなと思ってます。でもこっちの、紅白の方ですけど、これも55部紅白10本くらい出てましたけど、まあ、その中でもね紅白1番取ったので、まあ良かったなとは思ってますけど、まあ、そこからねまたもう一個上にはね上がりきれなかったので、各部総合優勝は取れなかったので、で今55センチなので春の、まあ、58センチまでの若鯉品評会では、まあ、結構活躍してくれるんじゃないかなと思うので、春までにあと3センチ伸ばして、いい感じに仕上げてちょっと頑張ってみたいなと思っておるところです。大熊さんって方の愛好家訪問にの動画に出した鯉が、50部でね出してたんですけども、準優勝でしたね。残念ですね。まあね、あんまりこう審査がある前にね鯉を出すのは良くないかなと思ったので、まあ、審査が終わった日の夕方にアップロードさせてもらったんですけど、これがねさその動画でも言ってた27部の時に九州の幼魚で総合優勝取った鯉でしたけどもね、袋で出品したけど、まあ、残念ながら勝つことができませんでした。この大きい鯉はね、80部ですけども、去年、75部で総合優勝したんですけど、まあ、今回はね80部になったんですけど、まあ、準優勝ということで80部本当にレベルが高かったですね。ただねまだもうちょっとボリュームをつけきれなかったので、はい、さらにここからのねボリュームをつけれるとまた上のランクにまた上がれるのかなと思います。はい、ちょっと飼育をねもうちょっと頑張らないといけないですね。これ松江さんの鯉です。2歳で買ってきた鯉で、ね、うちで2年飼ってる鯉なんですけど、まだまだ伸びしろはあると思います。12月号の林光さんの表紙になったのがこの3家ですね、はい、優勝自責ということで2番目でした。優勝があって優勝自責が2番目ですね。でその次に準優勝があります。まあ、準優勝はね1つだけじゃなくて2つ3つ、出品数に応じてね増えたりするんですけども、まあこういう地区大会だと優勝があって自責が2番目ですね。全国大会になるとね自責の数が減るのでまだちょっと違うんですけど、九州大会は優勝があって自責があってその後が準優勝っていう風になります。その品種ごとでね、で各品種の優勝を競って各部総合が決まるわけですけどね。はい、こちらはね2本オスですね。このちょっと大きめのこれがオス、こっちもオスですね。まあすごくいい便にしてると思います。体もねこれぐらい肉がついてたら、結構評価してもらえたんじゃないかなと思いますね。
この鯉はメスでね、まあ、すごく質もいいと思います。これは大隈さんの、八トン池からね持ってきた鯉ですけども、白地も紅もねすごくいい感じで、これからがまだ楽しみな鯉ですね。これも60部だったかな、この中で紅白でたくさん出てる中で優勝は、いただきました。ただそこからもう一個上に上がれなかったので悔しいところですね。ここもね3本いて、あ、5本入ってたんですけど、ここから2本、各部総合優勝の水槽に、移動したので今3本ですね。今年はねちょっとオスの飼育にもう力入れてみて、オス専用池をね作ったりしたので、オスがねすごくいい感じに育ってます。この2本、先頭の2本はオスですね。すごくね質のいいオスだと思います。まあ、ちょっとね親に使ってみようかなっていうオスもいますので、はい、こんな感じですね。はい、ここですね。ここは4本中2本は尾形養鯉場さんの鯉ですね。この白写りとその後ろの、衣がマルチクでできた鯉ですね。ちょっとねここ1、2年は白写り衣取ってないんですけども、3歳4歳かな、うちでできた鯉ですね。このね衣の出方がねすごく独特で綺麗な衣だと思います。まあ、模様はねまあほどほどなんですけどもまあ質のね良さで、見ていただいて、まあ、優勝もねさせてもらいました。良かったです。皆さん本日お疲れ様でした。石川県の辻本と申します。全体総合の鯉なんですけれども、このサイズで、模様体形質ともに、今回の出品群の中でも群を抜いていたと思います。若々しくてまだまだ大きくなるところを見ていられるような声だと思いますので、大切に育てていただければなというふうに思います。素晴らしい声だったと思います。受賞された、方おめでとうございます。一人総合優勝の声は全体総合と争って、大変体も長くて素晴らしい声だと思います。まあよく言えば気は頭の膝桁とかそういうところがちょっと気になりましたけど、大変素晴らしい声だと思います。体形もまだ若々しいし、紅も敵があって白地もすごい綺麗です。まだまだ大きく育てていただき、また次の大会でもぜひ見たい声だと思います。本日はありがとうございました。この鯉は、大変こうよく仕上がって、まあ、墨もよく決まって、銀の吹きもとってもいいですね。だから、まあ、全国でも戦えるんじゃないかというぐらいいい鯉でした。上流総合の鯉は5匹になります。御三家にも負けない体と、あと紅の綺麗さ、仕上がりの良さで、余裕の総合を
ました。満票だったかと思います。はい、受賞者の方はおめでとうございました。視聴者の方、おめでとうございます。すごく覆輪も綺麗で、肌着も綺麗で、すごく綺麗なアサギだと思います。まだまだこれから飼育、していただいて、もっともっと大きく育ってほしいと思います。今日はおめでとうございました。福岡の田中です。今日、ここ上がりましたジャンボ賞一種の紅白ですが、素晴らしい体の一言に尽きると思います。多少乙女のところに鱗の傷っていうかですね、ちょっと気になるところがあるんですけども、やはりそれ以上の良さ、体型、体の張り、目にの上がり、非常にいい魚だと思います。これからも大切に仕上げ、飼育してもらって、さらなる上を目指してほしいと思います。以上です。ジャンボ賞一種の方をご用意いたします。こちらの山吹黄金ですけれども、太鼓馬があと1本2本おりましたけれども、この山吹黄金を見た瞬間にですね、非常に美しいなっていう印象でした。素直な体型であること、それから頭から体の色の抜け、色味、非常にスッキリとした色合い、それとクリームもよく出ておりまして、非常に、美しい声だなと一言で、印象を受けました。で、もうほぼ皆さん、こちらの方の指示があり、2種のジャンボ賞ということに、決定をいたしました。受賞者の方、大変おめでとうございます。以上です。